展示説明会は脱炭素戦略の中、自動車関連産業の持続的な発展を進めるために県などが開いたもので、県内の企業や団体33社からおよそ200人が参加しました。専門家による中国の最新の電気自動車を分解した部品の解説や見学が行われました。参加者は新技術や新製品を作り出す参考にしようと、モーターやバッテリーの部品や素材をカメラに収めたり、専門家に質問したりしていました。自動車産業というのは山口県の主要な産業の一つですので、これからその、電動化の中でそれがどう、仕事がどうなっていくのか、どういったものが求められていくのかというのを研究していただいて、持続的に発展していただく、発展していくと、そういったことが大事かなと思っています。県では自動車の電動化に対応するため、今後もテーマを決めて技術研究会なども開くことにしています。